トレッドルは、鉄道の信号保安装置の一種で、列車の車軸がある地点を通過したことを検知する、機械的、電気的な装置である。軌道回路がある、一定の区間に列車がいるかどうかを検知するのに、対して、トレッドルはピンポイントで、列車位置検出を行う。車止めや安全側線の付近など、錆びついたレールのために、軌道回路の動作が信頼できない場合に、 長い棒を使ったトレッドルが設置される。列車がこの棒を押し下げると信号庫起でに入線を知らせる。電磁気的トレッドルでは小さなアームがフランジウェイに設置される。フランジがアームを押し下げるとアームに接続された電気装置がその状況を出力する。アームは 多くの車軸を持った車両が通過するときに不必要に損傷しないようにするために一旦押し下げられると数秒間下がった状態のままになっている。車軸カウンター用に使用されている電気的トレッドル電気的トレッドルはアームや棒などの物理的な装置ではなく車軸によって電磁界が乱される原理を使用する。このため個々の車軸を検知することができる。 電気的トレッドルは車軸カウンターを実現するために利用されている。電気的トレッドルを使った車軸カウンターは軌道回路と同等の働きを実現できる。トレッドルは使用目的、配線上のどこに用いるかに応じて様々な形態がある。列車が通過中の分岐器を転換させないために車上にトレッドルを用いる。機械的なトレッドルの場合、 フランジがレールに沿って設置された長い棒のようなトレッドルを押し下げて、これにより点鉄テコがロックされる。信号機を停止源時に変えるために機械的なトレッドルが用いられることがある。これは短い軌道回路とラッチ回路により代替できる。トレッドルは軌道回路を単独で用いる場合に比べて、より信頼性が高く正確な検知ができるために、 自動踏切の制御に用いられる。トレッドルを列車が通過してから列車が踏切を通過するまで30秒程度しかないため、これはとても重要である。フランジウェイ中雪を動かす小さなトレッドルフランジとレールの間の摩擦を減らし騒音を軽減するために中雪が用いられる。中雪は小さなトレッドルを利用してレールの内側に少量のグリースを塗布する。 初期の信号機の中には CF ホイットワースによって発明された自動的なものがあった。これは実際の運用面で自動的とはとても言えないものであり、ポリスマンが信号を扱う必要があった。しかし、列車が通過するとトレッドルの働きにより自動的に停止源時になるようになっていた。そのような信号機がブライトンの北にある クレートントンネルの両側に備えられていた。このトンネルで列車が通過したにもかかわらず信号機がきちんと停止原人に変わっていなかったことをポリスマンが見落としたため続行の列車がトンネルに侵入し停車していた先行列車と衝突した。ホイットワースの信号機の最大の欠点は上長性がほとんどなく石が挟まっただけでもうまく動かなくなるということであった。 一方で、トレッドルがなければ、信号呼気では、毎回信号機を停止源時にしなければならず、かえって操作を誤ったり忘れたりする可能性もある。ありがとうございます。